クリスチャン・ガブリエル・ベタンコート・ガルシアは、パナマ共和国パナマ県パナマ市出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。フィラデルフィア・フィリーズ参加所属。メディアによっては、ベサンコートと表記される。2008年にアトランタ・ブレーブスと契約した。2012年にオールスター・フューチャーズ・ゲームに選ばれた。また、40人枠にも登録された。2013年9月9日に、 メジャー初昇格を果たし、9月29日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。代打として出場したが、三振に終わった。2014年2月25日に、ブレイブスと1年契約に合意した。この年は、リザーブ保守として31試合に出場し、経験を積んだ。打撃面では、打率、248.9打減、1盗塁という成績を記録。 守備面では、リーグ平均値を超える投塁阻止率33%を記録したが、DRS は低い値と、わずかに平均を下回った。また、パスボールが多く、メジャーとマイナーを合わせて16個も出した。2015年は、正捕手に抜擢される可能性があったが、AJ ピアジンスキーが加入したため、前年と同様に控え捕手を務めた。48試合に出場し、 打率は大きく低下して、200だったが、メジャー初アーチを含む日本塁打を放ち、12打点を上げた。守備では2年連続で DRS から1ながら45%という高い阻止率をマークし、強権ぶりを発揮した。2015年12月10日に、ケイシー・ケリー、リカルド・ロドリゲスとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 2016年5月31日のシアトルマリナーズ戦では投手として登板した。この試合は4から16と大差がついて負けていたため8回から2、3回を投げた。96マイルパーアワーの速球と54マイルパーアワーのナックルを投げ3四死球であったが代わって登板したアレクシー・アマリスタが後続を抑えたため無失点で切り抜けた。 この試合では、保守として先発出場し、その後左翼手、投手、二塁手の守備についており、一試合で投手を含む4ポジションを守ったのは1913年以降で、史上5人目のことであった。2017年、監督のアンディ・グリーンがベタンコートを本格的に二刀流として起用することを明言。ウィンターリーグから本格的に投手にも挑戦しており、オープン戦では8試合で、 防御率2.16と高騰した。開幕から、投手、二類手、右翼手で起用されてきたが、4月25日に40人枠を、外れる形で参加のトリプル A 級、エルパソチワワズへ配属された。降格後は投手に専念することを球団に伝え、トリプル A では全て投手として起用され、保守は守らなかった。一方で、オフに参加した、ドミニカウィンターリーグでは、 投手としては出場せず、保守のみで3試合に出場している。11月6日付で FA となった。2018年1月8日、ミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。2018年からは保守に専念し、7月11日にはトリプル A 級のオールスターゲームに出場した。ブルワーズではメジャーリーグに昇格できず11月2日、FA となった。 2018年12月12日、韓国の NC ダイノスと契約した。2019年3月23日、同年から利用が開始された NC の本拠地、小原 NC パークにて、同球場のプロ野球レギュラーシーズン初本塁が、初打点を記録した。同年7月3日、NC より、ウェーバー工事、7月10日、自由契約選手として工事された。 2019年12月27日、フィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。